こんにちは、エフスタの丸山です。さあ今回ですね、ディズニーさんにね試写会ご招待いただきまして、インサイドヘッド2のですね、試写会に行ってまいりました。ということで前回ねネタバレなしレビュー出してるんですけど、今回はネタバレありレビューでございます。そんな感じでね、まだ見てない人はですね、ネタバレなしレビュー出してるそっちの動画見てほしいなと思います。じゃあここはねネタバレありでやっていきましょう。本当に良かったですね。本当に試写会呼んでくれて本当にありがたかったっす。めちゃくちゃ良かった。技術的にもすごい新しいことやってたし、ギリギリの精神状態のところも見せたりするから、かなり攻めた作品であることは間違いないと思いますね。あとその脳内世界をねまた拡張したってところもめちゃくちゃ面白いところだったね。あの保管庫のところとか、捨てはしないけど忘れられてる記憶、必要のない自分が閉じ込めた記憶の部分も出てくるっていうところで、これもすごく、ワクワクするポイントでありましたね。はい、じゃあここからねもうちょっとね、具体的に話していこうと思うんですけど、やっぱまず技術革新ってところですね。いやマジであの保管庫のとこびっくりしましたよね。ブルーフィーとポーチかな、カートゥーンっぽい感じの質感ですよね。昔のアニメの質感って感じ。それが 3D に乗ってるっていうのがもう結構面白くて、わすげえなと。ミスマッチ感がマッチしてるっていう感じかな。はい、それが面白かったですし、ダンススラッシュブレードかな、はい、これがマジでびっくり仰天ですよ。プレステ2画質なんですよね。はい、プレステ2っていうかゲームキューブっていうか、そのなんだろう、その昔のゲームの画質のものが出てきて動いてるんですよね。最初出てきた時はなんか懐かしいゲームのそのポリゴン感がまだ結構ある 3D のキャラクターだなと思って見てたら、なんか次のカットで寄りになるんですけど、そこでそのドットの荒さが表現されてて、え、それできんのと思って、でそれ動かして同じ画面に収められんのと思って、これマジですごいなと、本当にびっくりしましたね。ゲームプレイ画面ね、明らかにスマブラ。はい。スマブラだし、なんか球体になって転がる技みたいなの出すんですけど、明らかにサムスのモーフボールなんですよね。これがめちゃめちゃテンション上がっちゃいましたし、喜びとブルーフィーとダンス、この3つ、この3人が同じ画面に映ってんのがちょっと異様すぎて、こんなことやっていいんだって感じだし、こんなんできるんだって感じですよね。前もどっかの動画で言ったかもしれないけど、最近ねその昔のデジタルの質感ってものがね結構映像表現の中で流行ってるんですよね。最近このチャンネルのねそのクッションの映像でも使ってるんですけど、そのコンデジですね、2000年代初頭にあったコンパクトデジカメですね。写真撮るのがメインなんだけど、おまけとして動画も撮れるよっていうカメラが結構当時あったんですけど、その古い画質の映像っていうのが結構最近流行ってるんですよ、ここ何年か。最近のレトロみたいな感じをコード作品でぶっ込んできたんで、これすげえな、トレンドもちゃんと見てるし、表現としてもフレッシュで新しいというところでめちゃくちゃびっくりしましたね。はい、だしその後に怒りがポーチ呼んでさ、ポーチ巻くんすよね。映像表現の違い、この差が2つ入ってんすよ、1つのキャラクターの、造形の中に。これマジですごいですよね。こんなん初めて見たし、なんかしれっとすげえことやってくるんですよね。これほんとびっくりしたポイントでありましたね。全然大げさそうにやんない、これがまたおしゃれで、すごく良かったなと思うポイントでありました。心配がリスク管理しすぎてめちゃめちゃ高速移動するスピード表現のシーンがあるんですけど、ここもねすげえフレッシュだったなと思います。早すぎて竜巻になる、まあそれはそこはねなんかわかるんですけど、その中に入ると早すぎて静止してる人がいるっていうね、一個の中で真逆の表現をしてるから、よりこの速さみたいなものが際立つっていう感じがありましたね。あとその作戦を立てるシーンがあるんですけど、その中でね切り絵表現もありましたね。このね何でしょう、もはや普通に実写で撮ったんじゃねえかぐらいの切り絵、綺麗な切り絵の表現になってましたね。これも面白かったポイントでありましたね。って感じで、こっからはちょっと話に内容に突っ込んでいこうと思うんですけども、今回はね大人になっていく過程を描くというところで、その思春期のライリーの脳内というところですね。なんだろう、その思春期の新生活の目前ってところがまた面白いポイントですよね。だいたいねこういう思春期の作品って入学してそっからの話になると思うんですけど、まあ、今回は入学直前のところを描いたってところがまた面白いポイントだったと思います。まあ、そこをやったことによって、その今までの親友と新しい人間関係、この2つの中で揺れるライリーっていうのが描けた
っていうところ、これがまた新鮮なポイントだったなというところがありますし、アメリカのハイスクールのねカースト制度みたいなもんあるじゃないですか、ブレックファーストクラブとかでやってる、なんだろ、そこにもちょっと突っ込んでるんですよね、うん、それが結構攻めてんなと思って、あのホッケー部のねあの赤メッシュの子たちね、あの子たち完全にイケイケで、もうカースト上位の子たちじゃないですか、どう見てもね、はい、その子たちになんとかついていこうとするんですよね、ライリーが、うん、憧れの存在で、ホッケーがめちゃくちゃ上手くて、もうこういう人になりたいっていう憧れの、ね、人たちだから、自分もホッケーで成功していきたいというところになっていくんですけど、高校デビューじゃないけど無理してこう話を、ね、合わせていく過程みたいなところがめちゃめちゃ心苦しいし、これがリアルなんだろうなっていうところが伺いましたね。まあ無意識ではあるけど、カーストにどう適合していけばいいのかっていう考えてる脳内を見れるっていうのが、これまた新鮮で面白かったポイントだし、あとねもう一個踏み込んでるところが、ホッケーの最後のテスト試合でファールしちゃって、でそこで結構過呼吸になっちゃうライリーが出てくるんですけど、そこでね心配がめちゃめちゃ暴走するというところですね。そこもかなりその追い込まれてるところで、脅迫性障害の一歩手前みたいなところまで行くんですよね。だから本当にあのね親友がなんだろう助けてくれたからよかったけどね、本当に結構ギリギリの状態だったと思うんですよね、あれね。そんな描写までやるんだなっていうところが、本当にストレス社会ですよね今。そういう中でこうやってここまで攻めた表現をすることによって、この最終的なメッセージみたいなところも、より伝わりやすいなと思うしね、ディズニーピクサーのギリギリのライン攻めたなというところで、そういう感じはありましたね。で今回のね最終的なメッセージ、これがまたいいじゃないですか。本当に前作はねその悲しみっていう感情をですね遠ざけることによって強がってしまって、この人間的なバランスっていうものがこう崩れていってしまう。で悲しみを受け入れて表現することによって家族に助けてもらう。でその中で家族の絆ってものがより深まっていくというところを表現というか、そういった作品だったと思うんですけども、今作はもっとこうなのもっとパーソナルなんですけど、すごく大事なね部分だったなというところで、まあ、自分らしさってなんだっていうところになっていきますよね、はい、自分らしさって本当にいいところだけじゃないですよね。その人間やっぱね悪いところもあるしね、もちろんね、まあ普通に生きていくだけで、まあいろんな人に迷惑かけちゃうしね、どうしてもね。全部の感情がもうみんな大事だし、そのなんだろう、全部の思い出記憶ってものがその人間を作っていくんだっていうところですよね。そこまでの経験全部踏まえて自分らしさなんだよなっていうところになっていくと、喜びがね結構、心配は結構置いとこうみたいな感じでね、楽しいこと考えてやってこうよっつってねやってましたけど、まあ仕事する上で心配ってめちゃくちゃ重要じゃないですか。心配することによって不安が出てくると、で不安要素をどんどん消していくことによってうまく仕事を回していくことができると思うんですけど、なんで心配は全然必要じゃんと思ってたんですよ、はい、なんですけどやっぱそのね心配しすぎることによってこう、まあ、追い詰められすぎてしまうというところもあるんですよね。だから本当にやっぱバランスが大事なんだなっていうところを考えたりしましたし、最終的にあのいらない記憶と一緒にね喜びたちがこう司令部の方に帰ってくるんですけど、でそのいらない記憶がね自分を形成するあの泉みたいなところに全部なだれてきちゃうと、その今まではそのなりたい自分だけ、なりたい自分になれた時の記憶だけでこう自分を形成してたんですよね。自分の嫌いな部分は全部見ないようにして生きてたんですよ。なんですけどあそこで全部の記憶が一緒になって、そこで自分らしさの花がまたね咲くわけじゃないですか。そこで初めて自分自身を受け入れられる瞬間があるんですよね。失敗した記憶とかさ、そのなんだ怒られた記憶とか、まあ、後悔するようなねことだったり、まあ、振られた記憶とかさ、なんかさいろいろあるじゃないですか。悲しい記憶とかそういう忘れたいようなもの全部含めて自分じゃんっていうね、自分自身全部肯定してくれるんですよね。この作品見た人善意を肯定してくれる作品になってるんですよね。これは懐が深いなと。その人の経験によってこう自分ができていくわけじゃないですか。でそれを全部肯定してくれるっていうね、誰も彼も生きてていいんだよっていう、まあ最終的にねそういうメッセージを受け取りましてね、かなりその孤独感よく帰ってこれたなというところでありましたね。カースト人に合わせて話してももうしょうがない、そんなんしてもしょうがない、そんなんやってたらもう人に誰かに合わせて
生きてたら絶対どっかで失敗するから、はい、だから本当に自分自身であるべきだと思うしね、自分をね表現し続けるべきだと思いますし、本当に素晴らしい作品でありました。みんなの感想もコメント欄でお待ちしてます。で、高評価チャンネル登録も良ければお願いします。で、概要欄の方にねいろいろ貼ってありますんで、そっちのチェックもお願いします。はい、それじゃあまた。